北野しおりのリアルドライ。皆さんこんにちは、北野しおりです。今回もお聞きいただきありがとうございます。こんにちは、佐藤肉です。皆さんお元気ですか？2週間のご無沙汰です。それ私が前回教えたやつですよね。禁止やけしない。なんか自分のことのように自分が。はい。今はまあ禁止やでください。はい。まあいいですけどね。はい。そうだ、そんなことより、うん、肉ちゃん、はいはい、ブルガリアに行くことが決まったじゃない。うん、まあ、そういうところはね、まあ、しおりちゃんは雑というか、はい、説明がね足りないというか。なるほど、ブルガリアに行けない、うん、いやいやいや行けるよね。いやでだからそういうことではなくて、はい、まあ、いきなりねオープニングでブルガリアに行くって言ってもね、はい、まあ、今回初めてね、はい、この番組お聞きいただいてる方もいらっしゃるかもしれないですね。確かに、なるほどね、わ、うん、かった、わかった、はい、いきなりすぎました、はい、とんでもないです。ということで、私北野しおりと佐藤美久ちゃんは、うん、今年の9月にブルガリアに行きます。っていきなり言われても、はい、やっぱり分かんないよね。分かんない、まだ分かんないか、ね、なんか私たち2人のプライベート観光旅行みたいな、はい、こう大げさな、ね、告知みたいになってるからね、はい、確かに、うん、ちゃんとね日本代表ってつべたんさんも言ってたし、ニューキャラ登場してる、ニューキャラ登場突然ニューキャラじゃないじゃないですか、つべたんさん、もうすでに、わかった、しおりちゃん、まあ、このくだりね、あとのコーナー、はい、ロード2ブルガリアのねコーナーできちんとやりますから、わ、はい、かりました。じゃあ絶対楽しみにしてます。はい、わ、はい、かりました。でとりあえず番組のオープニングトークに、はい、戻らして、どうぞどうぞ、あ、はい、ありがとうございますというわけで、この北野しおりのリアルドライはコスプレイヤーでタレントでもある北野しおりちゃんと私女優の佐藤美久の2人がコスプレやサブカルなどについてリアルに、そしてドライにお話ししていく番組ということだけお伝えして、一つ目のコーナーに行ってみたいと思います。はい、乙女ロードナウのコーナー、待ってました。ありがとうございます。このコーナーは私、はい、佐藤美久がサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見リポートしていくというコーナーです。ちなみに乙女ロードとは、東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女ロードというようです。そんな乙女ロードの今月動向をですねお話しさせていただきます。はい、はい、今回のですねリサーチで気づいた点なんですけれども、はい、ゲーム作品系の商品を扱っている店舗でポケモンのぬいぐるみがかなり増えていたことです。へえ、はい、特に驚いたのが、はい、ピカチュウのぬいぐるみの着せ替えの服があったことで、うん、パジャマバージョンだったりとか、はい、あとフォーマルバージョンとか、はい、いろいろあって、これがまたねすっごい可愛いんです。いいな、はい、でその後ですね2階建ての店舗、はい、1階が歴史関連グッズ、2階が名探偵コナンや黒羊、バナナフィッシュなど、最新作から旧作、有名作家作品、往年の、作品グッズが、ね、ある店舗に行ってきました。はい、1階の歴史関連グッズはもう以前とあまり変わらず、うん、あ、はいはい、刀剣乱舞がめちゃくちゃ熱かったですね、刀がね、はい、また2階のグッズ売り場では、はい、カードキャプターさくらやホリックなどのクランプ作品のグッズ、はい、特にカードキャプターさくらのグッズが以前よりかなりね増えてました、はい、へー、はい、まあ、特にねフィギュアとこれまたぬいぐるみが多かったですね、はい、へー、そうなんだ、うん、でそして同じフロアに、はい、レアグッズコーナーがあるんですけど、はい、まあ、ここでねあっと驚くね商品がありまして、はい、それが名探偵コナンのコナンくんが履いてる靴です、はい、で思わずその場で、はい、携帯で調べてみますと、はい、子供たちに大人気のシューズブランド、はい、俊足がプロデュースした名探偵コナンシューズ、はいはい、キック力増強シューズバージョンという商品でした。すごい、私も欲しい、はいはい、でその、まあ、再現率めちゃくちゃすごいもので、はい、原作で靴の横にコナン君が履いてる靴の横についている、はい、キック力を増強するダイヤル部分あるじゃないですか、はい、そこに作り込まれ、それもしっかり作り込まれていて、はいはい、かっこよかったです。へ、ただ私見ていて、はい、汚れちゃうとか考えると、はい、なかなかハードル高いなっていう風に、まあ、履けないですね。そうですね、思ってしまいました。でも見るだけなら結構なレア度だなっていう風に思ってしまいました。いいな、かっこいい、はい、でそして以前からお伝えしています通り、はい、いろいろとご紹介させていただいておりますが、皆さんが、訪れる際はですね、必ずお店の
ホームページや公式ツイッターなどで、おのおの確認されてから乙女ロードに行っていただければなと思います。以上、乙女ロードナウのコーナーでした。くるくるコンテンツのコーナー、イエーイ、いいよ、初めて聞いたさて、はい、今回から始まりました新コーナー、くるくるコンテンツ、はい、略してくるコン、はい、かわいいですね、はい、このコーナーはアニメや漫画やゲームの中でこれから流行が来そうなもの、もしくは現在急激に人気が出ているものを、はい、私北野しおりの独断と偏見を交えながらご紹介していきたいと思います。はい、さて今回ご紹介させていただくのは、はい、ネットインス社が開発運営する、はい、非対象型対戦サバイバルホラーゲーム、うんうん、アイデンティティ5というゲームですね。はい、はい、まずは、非対象型対戦についてご説明させていただきますと、うんうん、オンライン対戦ゲームの中でも今ちょっと流行してるジャンルの一つが、はいはい、非対象マルチプレイというゲームなんですね。はい、はい、でこれまでのオンラインゲームは、うんうん、プレイヤー同士が同じ条件で対戦するものが基本だったんですけど、うんうんうん、他のプレイヤーが全て対戦相手になるバトルロイヤル方式、うんうん、はい、でもマッチングによるチームプレイでも基本的にはプレイヤーの対戦条件は1対1であって、はいはい、チームプレイなら同数のプレイヤー同士の戦いだったんですよ。うんうんうん、あ、はい、はい、わかりますか、うんうんうん、同じ条件で戦った、うん、それに対して非対象マルチプレイ型と呼ばれるゲームはこの条件に当てはまらない対戦形式を持つゲームですね。つまり、うんうん、非対象マルチプレイの対戦は基本的に1対多数となります。もちろん同程度の能力を持つキャラクター同士の対戦だったらこれめちゃくちゃ不平等になっちゃうんですけど、この非対象マルチプレイでは1人が強力な能力を持ったキャラとなって、で残りのプレイヤーがそれよりもずっと非力なキャラクターとして、その非力なキャラクター同士集まって協力し合って戦うっていうことなんですね。はい、でそんなゲームアイデンティティ5はスマホやタブレット Windows のパソコンで遊ぶことができ、はい、簡単に説明すると決められたフィールドの中で鬼ごっこするっていうゲームなんですね。はいはいはい、で次にサバイバルホラーゲームとはプレイヤーがアンデッド、あのかつて生命体であったもの、すでに生命が失われているにもかかわらず活動する超自然的な存在の総称のこと、はい、なんかゾンビ的な感じですかね、はい、や超自然的な敵などから生き延びることを目的としたゲームのことを指し、はい、閉所恐怖を感じさせる場所が舞台で、はい、第三者からの視点でプレイするというのが典型的なものです。はいはい、でプレイヤーはまず先ほど申し上げました通り、はい、4対1に分かれて、うんうん、サバイバーと呼ばれる逃げ役、はいはいはい、逃げ役4人が、うん、ハンターと呼ばれる鬼役1人から、うん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 、逃げ切れるかっていう戦いなんですね。はいはい、うんうん、でサバイバーがハンターに3人捕まったら鬼役のハンターの勝ち、うん、はいはい、で2人捕まっても2人逃げ切ったら引き分け、はいはいはい、で3人以上逃げ切ればサバイバーの勝ち、うんうん、となります。はい、鬼ごっこですね。はい、でサバイバーにもハンターにもいくつかのキャラクターが用意されており、うん、そのキャラクターごとに違った遊びができる上、うん、繰り返し遊ぶことで特別な能力を得ることができるのも特徴の一つです。はあ、はい、なるほどね。でめっちゃ細かくねご説明いただきました、はい、このアイデンティティ5っていうのは、はい、しゅりちゃんやったことある？いや私ね YouTube でプレイ動画よく見るんだけど、はいはいはい、あのやったことないんですよ。あ、そうな、怖くて。あ、怖いの？はい、あ、雰囲気が。いや違うんですよこれ、私多分ハマったらやったのめちゃくちゃハマってなるほど、本当あの引きこもりまっしぐらいになっちゃうので、なるほどなるほど、そういう意味で怖いってことね。なるほど。そのなんかハマりすぎちゃうポイントとかこう魅力っていうのはどうなのですか？私なんかちょっとゴシックホラーっぽい雰囲気、あ、はいはいはい、めちゃくちゃ好きで、あんまなんかキラキラしてない感じの世界観めちゃくちゃ好きで、ちょっとこれレトロな感じの、そう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 、でなんかあの脱出ゲームすごい、なんだろう、人に追われてるみたいな、あの緊張感、うんうんうん、あのホラー映画っぽくて私多分やばいと思う。やばい。第三者から見てやるんだよね、これね。そう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 。だからそれはそれでまたね面白いよね。そうそう。であとキャラクターデザインが結構特徴的で可愛い。例えばどういう、えっとね、
香り師とか占い師とかアクトレスとかいろんなのがあるんだけど、なんか人間の形してるんだけどちょっと人間じゃないっぽいお人形みたいな変わった風貌で、そうこれもコスプレしてる人もいるんですよね最近。そうなの。そうそう、全然人間の形じゃないのにコスプレするのすごいなって思って。へえ。私これ作り込むの大変じゃない。そう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 。世界観も作り込まないとだし、で私これやったら多分またこればっかりになっちゃうかなと思って。そう。で特に好きなキャラクターとかありますか？私あの女優が好きです。女優。なんか可愛いんですよ。日傘持ってて。なるほど。はい、あ女優さんのキャラクター。女優さんっていう逃げ役。はあなるほどなるほど。あ傘持ってるのね。そうそうそう、なんかねめっちゃ可愛いバレリーナみたいなお人形さんみたいな。そうなんだ。可愛いんですよ。いや私もちょっと検索してみます。いやぜひ、はい、みくちゃんもやってみようかなって思ってます、はい、ぜひ今の説明で気になった方はやってみてください。はい、ぜひぜひ。以上くるくるコンテンツのコーナーでした。ロードトゥーブルガリアのコーナーよっ、どんどんパフパフ、めちゃなんかテンション低い。さて続いてのコーナーは、はい、ロードツーブルガリアということで、はい、今回のねオープニングでもしりちゃんね、はい、チラッとねフライングを、ね、いやフライングじゃないですあれは、 は、 はい、前回の放送の振り返りです。なるほど、まあ、とにかくねあのこのコーナースタート当初はもう未だに生きるかどうかもわからないまま、はい、まあ、とりあえず形からということでね、はい、あのブルガリアについてご紹介していきながら少しずつ進めてまいりましたが、はい、前回なんと番組公式サポーターの在日ブルガリア人ディモコ・ツベタン・ネンコフさんから吉報、はい、いい知らせをですね、お持ちいただきました。いやそうなんですよね、ついに私たちブルガリアに行くんですよ今年の9月に、はいはいね、相変わらずねあの重い選考というか、はい、テンションそのままに話しているしゅりちゃんの、ね、補足説明を、ね、させていただきま す、 いますはい、今年の9月14と15日に、はい、ブルガリアの首都ソフィアにあるインターエキスポセンターで開催される3万人以上の来場者を予定している東ヨーロッパ最大のサブカル日本文化、紹介イベントに参加、ね、はい、させて招待、ね、させていただくことになりました。でアニベンチャーコミックコン2019というイベントだそうです、はいはい、でしおりちゃんは、はい、日本のコスプレイヤー代表として、はい、そうですね、日本代表すごいジャパン、はいはい、私はあの昨年ね撮影した、最新主演映画ですね、はい、22世紀寓話の招待上映と、私佐藤美久はなんと当日 会場での舞台挨拶もねさせていただけるということで、とても素晴らしい内容のメッセージをですねイベント事務局からいただきまして、はい、まあ、招待状として前回つべたんさんにねお持ちいただいたということです。はい、しゅりちゃんこういうことよね。はい、まあ簡単にまとめるとそんな感じかなって感じで、はいはい、簡単にまとめるといやーなんともう決まりましたよ。いやねそうですね、なんかあんま実感ないけど、うん、実感ないけどって言っていいのか分かんない。いやそう、今まで日本代表になったことありますか？ないです。私もないです。絶対ないです、はい、なんかそんななんか秀でたことなかった、なかったわって感じ、うんうん、そうね。はい、いやだからその海外のねこの映画祭やイベント上映というのがもちろんね私も初めてで非常にね光栄だし、あのまだね体感とかこう実感とかねしてないんだけれども、あのまだただね単純にそれをねその、 あの映画をね評価して目指してらっしゃる監督やプロデューサーさんにはですね申し訳ないんですけれども、まあちょっとなんか不思議な感覚というか、まさにちょっとへーっていうか正直まだ実感がなくて、あの他人事的な感覚しかなくて、あすいません。いや大丈夫、私も今同じ気持ちです。あのちょっと、第三者感あるまだ近づいたらね実感するのかな、準備が本格的になってきたら、はい、実感するのかもしれない、うん、でね私これ去年のイベントの様子があの YouTube で見ることができるんですよ、でそう参加者のあのなんかコスプレって日本メインの文化だと思ってたんですけど、参加する人のレベルとかクオリティめちゃくちゃ高くて、ほうほう、あのやばいなみたいな、適当な格好でいけないなみたいな、そうもうなんか日本代表だからね、そうだからチャランポランな格好でいけないなっていう、そうでこのなんかこのイベントのためにブルガリアの、ブルガリアで、持ってくように、DVD 作ったんですよ、写真集と。そうなんだ、はい、はいはいはい、なんかそれがすごい
それ持っていくのが楽しみ、うん、楽しみです。なるほどね、皆さんにねご覧いただけるのも、ね、ご覧いただけると、うん、ブルガリアの人向けの、はいはい、ぜひ皆様ブルガリアの方ぜひ、はい、まあ私もですね、はい、私の映画の、はい、22世紀グーは、まあ、ちらっとね、はい、拝見させていただいたあの英語字幕、英語版字幕でもですね、はいはい、あのちょっとね違和感があったんですけれども、はい、今度は私の話してる日本語のセリフがブルガリア語にあの字幕翻訳を、ねはい、していただいて、はい、で会場の皆さんにご覧いただけるっていうのがでこうリアルな感想っていうのが、はい、こうその場で聞けるっていうのがなんかブルガリア語に私たちまだ全然馴染みないじゃないですか。全然だね。だからなんか字幕見てもまだピンとこないしてかこう映像こう流れてくるじゃない、そうそうあの演技してるこう流れてくるじゃない、うん、でそこにさ私がこうなんかセリフ喋るじゃない、うん、ちょっと下にこうパッて出てくるわけよ、はいはい、それがなんか感動しちゃう。見覚えのない文字が今までこう自分が大きなこう、ねはい、映画館とかで、はい、あの洋画とか見る時にこう字幕出るじゃない、はい、あれがあ自分がこうなってるんだって思うとなんかしびれる。感動そう感動そう自分が話した言葉がそうそうそう英語とかブルガリアとかさらにそうブルガリア語っていう、うん、普通の人だと体験しないことだと思いますよ、うんうんうん、すごいそうだよね、はいうん、ちなみにみくちゃんはこのイベント行くにあたって抱負とかあるんですか。ですね結構ブルガリアでは、はい、あの日本の映画があんまりこう公開されてないらしくて、はい、であのなので、はい、このねあの私の支援させていただいた映画、はい、22世紀グーアをちょご覧いただいて、はい日本の映画ってこういうのなんだなっていうのをちょっと、はいはい、あの感じ取ったりとかあとは、はい、あの興味をね、はい、ぜひ持っていただいたりとか、はい、映画 の, この作品の中でもこう居酒屋とか、はい、日本のちょっとしたこう文化とかね、はい、がありますからぜひねそちらを見ていただければなって思 う, 思うな、うん、なんか私たちもブルガリアの映画とかについて全然知らない、うんうん、知らないなんかアニメのアニメはすごいみたいなアニメの映画はすごいみたいですよね、はいはいそうだから知らないからこそ、うんうん、こうなんか向こうの映画とこっちの日本の映画どう違うのかとか、うんうん、めちゃくちゃ興味あるよね。だから日本の映画もどんなものがね言ってるのか、はい、私もねちゃんと調べなきゃなというふうに思います、はいはい、実はもう言っても今6月でしょ、はい、で9月だよね3ヶ月後あマジびっくりなんだけどもなんか気分的に半年後みたいな気持ちだったからやばちょっとびっくりじゃない時の流れ早い早すぎるよね早すぎる早すぎて実感できないなんかへーって感じまだそうだよね、うん、だってもうさ令和にさ変わってさ、うん、もうさ3ヶ月後にはさブルガリアに行きますブルガリアにいますよえしかもめちゃくちゃ遠いじゃないですかみたいだね旅の準備今からしないといけないんじゃない直行便がないみたいですねああ日本からのそうなんだだから一回どっかであの行かなきゃ、はい、トランジェットっていうか、はい、一回ね乗り換え、はい、あしなきゃいけないみたいで、はい、うんだからそのだけ大変大変らしいですね、うん、なんか行き方も周りに行った人とかほとんどいないからあのいや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 マジ未知との遭遇って感じそれこそつべたんさんにね、うん、確かにまた来ていただいてそうつべたんさんになんとかドラえもんをなんとかして お願いしますやってもらわないとダメですよ、ちなみにみくちゃんこのイベントで何をアピールするつもりですかアピールか、はいなんだろうなまあでもさっき言ったことと一緒と一緒になっちゃうけど、はいはいまあ、日本の映画をね知ってもらいたいというのとか、はい、あとは作品の中でこうあの男女の恋愛とか、はい、日本人が恋愛についてどういうことを考えてるのかみたいな、はい、やっぱ多分ブルガリア人の方と日本人って絶対違うと思うのね、はい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 、だからまあそういうのもちょっと感じ深いとって深いこと言ってるな深い、深い、確かに恋愛感とか違うかも、うん、そうそう絶対違うじゃん多分かなうんうんうん深いわさ深いわだってじわっと来ちゃったありがとう、へだからそういうのをなんか私のね支援させていただいた映画で感じ取っていただいて、はい、こう感想とかね次回に聞けたらなっていう風に、はい、密かな思いですいいなんかそれすごい深い共一深かったうん、そう。しゅーちゃんはなんかこう、はい、このどんなコスプレするとか予定はまだない感じですか？まだ決めてない。まだ3ヶ月もあるから大丈夫って思っちゃうんですけど。あっという間だよ、はい、3ヶ月。そう、相談して決めなきゃって感じです。まあでもなんか日本のコスプレ文化と、うんうんうん、そのヨーロッパの方のコスプレ文化のなんか違いとかもアピールできたらいいなって思うので。なるほど。そうそうそう。それ大事。そう、うんうん、そういうの。
考慮しながら、うんうん、まあなんか何のコスプレするかってすごい重要だと思うので、うん、選んでこうかなって。深いこと言ってるわ。いや本当に、うんうん、この一瞬で深い、うん、深いこと言ってますそうだからなんかこう文化の違いがよく出るようななるほどねできたらいいなって思います。まあそうだからそのためにはブルガリアのコスプレの文化とか、うんうん、アニメの文化とかもっと勉強しないといけないなって思うんですけど。そうだね。そうまだまだ我々勉強不足ですよ。うん、うん、そうだね確かに、はい、まあ、勉強不足といえばですよ、はい、やっぱブルガリア語じゃないですか。そうですねもう全くこの現地で話すっていうよりかは、はい、こっちの、 あの状況とか希望をこう伝えるコミュニケーションとか、はい、そうですねめちゃくちゃ重要じゃない。ボディーランゲージを交えながらジェスチャー、言いつつ、うん、全くもってさ英語はなんとなくさ、はい、あの単語をどうにか伝えてっていうのができるかもしれないけど、はい、ブルガリア語ってなるとまた一からね何も想像つかない、うん、何も想像つかない、うん、はいって覚えてます？あもう覚えてない。やばいよはいはだーです。あはい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 。いいえはねーです、うん、あだね。はい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 これね次の放送までに覚えてられるかどうかそこら辺ちょっと自分と戦いなんですけど、うん、なんか本とか買おうかなって感じです、うん、そうだね確かに勉強していこうという。そこからだね、はい、小学生で習うブルガリア語みたいなないかな。そうだから簡単な単語を覚えれば、まあ、あとはなんかこう我々はそれぞれこう役割と使命があるわけじゃないですか。そうだね。しゅうちゃんコスプレ、そう私は女優としてね。だからある程度のコミュニケーション取れたらいいんじゃないですか頑張ろうマジで本当に頂点って感じだけど。いや舞台挨拶に行かせていただけるから、はい、なおかつ確かに、まあ、つめたさんねチェックしていただけるということだったけれども、はい、言えたらかっこいいよね。言ったやばいプレッシャーだ言ったらかっこいいって言われたそっか舞台挨拶そうそうそうなんか触りというかさ、はいはい、自分の自己紹介的な部分はなんか自分の気持ちとかね言えとかないとダメなんかな。確かに自分のこの映画に対する思いとか言うんじゃないですか、うんうんうん、やばいななんか今からもっとみくちゃん勉強した方がいいと思う。そうだよ 私が勉強しなきゃダメだね。そうそうそうだからそれそのみくちゃんが勉強するので、うん、まあ私はジェスチャーを頑張る。うん、私もジェスチャー頑張るわ。ミクちゃんにブルガリア、ミクちゃんとツベタンさんにブルガリアを任せするという。いやいや、めっちゃ責任重大じゃん。はい、流れで。うん。まあ。いや、頑張るわ。はい。だってめっちゃ緊張する。緊張する。それはそう、それはそう。だって3万人でしょ。ちょっと考えられないわ。あのドーム埋まるぐらい。やばいやばいって。なんかそうドーム埋まるぐらいかな。怖い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 。やばいな。それ考えると。すごい緊張してきた。やばいやばいやばいよ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 。うん、なのでね、はい、まだねこうどういうこう詳細がねあんまりまだね、はい、分かってはいないの で、 いないです。もしねつべたさんにねまたぜひねゲストに来ていただければなというふうに思っておりますので、はい、はい、まあでは、うん、はい、なんとなくこんあの興奮と混乱の前回よりは、うん、そうだね、少しは分かったつもり。落ち着いたかな。まあ、うん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 、おつんさんいない分余計二人でてんやわんやしてるかもしれないと思うんですけどそうだね、うん、ではでは最後にね、はい、ありがとうございますと応援してください、はい、ブルガリア語で一緒に言いましょう、はい、ではいきますよ、せーの、ムナゴプラタコナリム、向こう、はいはい、ごめんなさい、はい、せーの、ムナゴプラゴダリムモーラビザポテクレパタ、よしよしこれ頑張ろう。いいのか、もっと練習してきます、はいはい、では以上ブルガリロード2ブルガリアのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。北野しおりのリアルドライ、皆様いかがだったでしょうか。先ほどお伝えした、通りまだまだロード2ブルガリアには課題がいっぱいの予感もありますが、はい、しおりちゃんいかがですか。いやなんだろう、やっぱまだ実感が湧ききってないので、うん、この番組の放送を通して、うん、もっと実感を湧きつつ、まあブルガリアに行く準備を万端にできるといいなって思います。そうだ、ね、私も頑張ります。はい、はい、それではですね、また次回お耳にかかりましょう、はい、皆様のお相手は北野しおりと佐藤美久でした。ではまたお耳にかかりましょう。今回も皆さんありがとうございました。